こんにちは、ヒロです。先日 UI デザインツール Figma の大幅アップデートが発表されました。アップデートの内容としては、開発者向けのスペース、開発モードや数値や新技術などの変数を作成管理することができるような機能など、普段から Figma を使っているユーザーにとってはかなり嬉しいアップデートがいくつかありました。今回はその中からオートレイアウトの新機能であるラップ機能と最小値最大値の設定についてお話ししていこうと思います。まずこのような記事投稿のデザインを用意しました。画像、タグ、タイトル、説明文の要素で構成されているカード型のデザインです。一般的にこのようなカード型のリストを作った場合、ウィンドウ幅の変化に応じてカードの横幅も変化するといった形になります。この時に中にある画像のサイズも変化したり、テキストも折り返される形になります。で、これを Figma 上で再現するには、親フレームに対してオートレイアウトを適用して、中のオブジェクトの水平方向のサイズ調整をコンテナに合わせて拡大に変更します。するとこんな感じでカードのサイズに応じて中身も変化してくれるようになります。で、ここで注目してほしい点はここのタグの部分です。本来はこのタグは折り返して表示してほしいんですが、今までの Figma ではそれを再現することができませんでした。そこで今回のアップデートで搭載されたオートレイアウトのラップ機能を使ってみたいと思います。まずはここのタグの一覧にオートレイアウトを適用します。で、ここからここにある折り返しのボタン、これが新しく追加されたんですが、これを選択します。するとこんな感じでタグが折り返す形で自動で変化してくれます。こんな感じでこの折り返しが実装されたことで、より Figma 上で表現できるデザインの幅が増えました。で、さらにこの部分を開発モードで見てみます。この右上から開発モードに変更して、このタグの一覧をクリックします。で、ここにある CSS コードを見てみると、こんな感じでディスプレイフレックスの指定とフレックスラップ、ラップの指定がされています。で、これ見てわかるように Figma 上で書き出されるコードの精度が着実にアップしています。現時点で出力できるのは CSS 側だけなんですが、すでにレイヤー構造で HTML 側の表現はほぼ同じように組まれていると思うので、近々 HTML CSS のコードをまるっと出力することができるようになるんじゃないかと思っています。次に最小値最大値の指定です。今回のアップデートで要素の横幅と高さに対して最小値と最大値を設けることができるようになりました。今作ったこのカードは最小値と最大値どちらも設定していないので、こんな感じで自由に大きさを変化させることができます。では試しにカードの横幅に最小値を設定してみたいと思います。最小値を設定するには、ここの横幅のセレクトボックスを開いて最小値を追加をクリックします。で、ここで最小値を入力します。で、この状態でカードのサイズを変化させてみると、こんな感じで指定したサイズよりも小さくは変化しないようになりました。これと同様に最大値も設けてみようと思います。するとこんな感じで要素が指定した範囲内で伸縮するような形になります。で、最小値と最大値の設定としてはこんな感じなんですが、次に先ほど紹介したラップ機能と組み合わせた使い方を紹介したいと思います。まずはカードの最小値と最大値の指定をなくして元の状態に戻しておきます。ではここからカードのリストを作っていきたいと思います。まずはカードをコンポーネント化しておきます。カードを横に複製して、この2つをフレームで囲います。この親フレームに対してオートレイアウトを適用して横幅を固定に変更します。この状態だと親フレームの大きさを変えてもカードが変化してくれないので、中にあるカードの水平方向の指定をコンテナに応じて拡大に変更します。この状態で親フレームの横幅を変更してあげると、親フレームの大きさに合わせてカードの大きさも変化するようになります。で、カード型のリストは最初に説明したタグと同様に横幅に応じて折り返して表示する必要があります。そのため親フレームにラップを指定してあげるんですが、この状態だと中身が折り返してくれません。で、これはなぜかというと、現状カードが横幅を持たずに自動で伸縮するといった状態であるため折り返しができないという形になっています。ではここからカードに対して最小幅の設定をしてみたいと思います。先ほどと同様に、カ
カードの横幅にあるセレクトボックスから最小値を追加して、今回は320ピクセルを指定しておきます。この状態でさっきと同じように親フレームの大きさを縮めてみます。するとこんな感じでカードの大きさが320ピクセル以下になりそうなタイミングでカードが折り返して表示されるようになりました。ちなみに中のカードの数を3つに変更して親の横幅を変えてみるとこのような動きになります。それではこのままカードに対して最大幅の指定も追加してみたいと思います。さっきの最小値と同様に横幅のセレクトボックスから最大値を追加します。今回は480ピクセルを指定してみたいと思います。するとこの感じでカードの横幅が320ピクセルから480ピクセルの範囲で可変するようになりました。はい、今回はオートレイアウトの折り返しの指定と最小値、最大値についての紹介でした。他にも今回紹介した機能を使った良いデザイン例があればぜひコメント欄で教えてください。この動画が少しでも参考になったという方はいいねとチャンネル登録していただけたら嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。